アエル・マッキは、かつて存在した、イタリアの航空機メーカー。第二次世界大戦後は、オートバイも生産した。2003年7月に、アエル・マッキは、フィンメッカニカグループに買収された。その後アーニア、アレイにアエロナウティカと統合され、アレイにア,アエル・マッキとなった。1912年に、ロンバルディア州北西部のバレーゼで、ジュリオ・マッキにより設立された、ニューポール・マッキ株式会社に始まる。 当初は、第一次世界大戦時の有名なフランスの戦闘機、ニューポールタイプ11ベベのような、ニューポール製航空機のライセンス生産を主に行ったが、路獲した、オーストリア・ハンガリー軍のローナー・エール飛行艇を、マッキエル1の名で、コピー生産したのを皮切りに、バレーゼ・コハンの工場で、飛行艇、水蒸気の事業に乗り出した。終戦とともに、軍からの受注が減少した結果、会社は、 水蒸気の生産に特化し、初期は軍用機からの転換を行い、例えば旅客輸送や郵便のような民間用途の航空機を生産した。スピードレース時代、末期の航空機は最高速において400、500の壁を超え最終的に時速 700km に達した。1920年代には社名をアエロナウティカ末期とした。第二次世界大戦の間は有名な戦闘機。 MC200、MC202,MC205 MC を生産した。トラダーテ・エルマンのバッツオッキー消しを記念した場所の、アエルマッキメガバイトマイナス3262003年、アエルマッキは、フィンメッカニカグループに属することとなった。2012年、同じフィンメッカニカ参加の航空機メーカーである、アレーニアエロナウティカと合併し、アレーニアエルマッキとなった。キメラ175、 ソレバングヴィンテージモーターサイクルミュージアムキメラ175アイルマッキは第二次世界大戦後平和産業への転換を図るミワトラックとオートバイの製造を開始した。第二次世界大戦中ベネリで航空機エンジンの製造をしていたリノトンティが1956年まで開発を担当した。1956年からはアルフレッド・ビアンキが開発を担当することとなる。 1960年にアメリカのハーレー・ダビッドソンが会える末期のオートバイ部門の50%を買収した。その後残りの50%も1974年に AMF ・ハーレー・ダビッドソンに売却され完全子会社となったが生産はバレーゼで継続された。その後1978年にカジバに買収されそのオートバイ部門の母体となった。 また1997年からは、同、バレーゼコハンの工場にて、新製、アグスタのオートバイを製造している。航空機メーカーの製品らしく、アラなドソラに関連する、車種名が使用されている。ありがとうございます。